はいどうも、新人ソーカーのバフです。ご無沙汰しております。それでは今回、ソーカーアノマリー EFP3.0 シーズン2ということで、新編の実況プレイをしていきたいと思います。ちょっとね、シーズン1からシーズン2って区切ったのはちょっといろいろ元をね試してみたいっていうのもあったんと、で、このオープニング見てもらったら分かる通り、冬景色モッド導入とちょっとね仕切り直しっていうことでハードモード、前回はイージーでやってたんですけどハードモードにして、それに伴って装備もすべて、リセット。まあ、ちょっと一部ね、あまりにもなくなったらプレイに支障が出ちゃうんで、一部アイテムを除いて装備リセットということでシーズン2を開始していきたいと思います。でちょっと期間空いちゃったんですけどね、これからまたやっていこうと思ってるんでお付き合いいただければ幸いです。それでは始めていきましょう。ということでやっていこうかな。まあ、とりあえずね、ちょっとね、あんまりにも久しぶりすぎてね、あんまり覚えてないんですけど、まあ、これ、生ける伝説をクリアした後で、死すべき神っていうね、メインタスクが増えたと。シトロビッチのあの、焚き火のところでね、神っていう派閥。今までね、生ける伝説では出てこなかったんですけど、一匹だけね、なんか殺したことあるんですけど、っていう派閥で、なんかね、モノリスとはまた違って、ほんまの狂信者みたいなね、派閥がおると。ストーカーを勧誘しているカルト宗教だと。神っていう組織はね、普通のストーカーやったけど、ゾーンの真実を知って生まれ変わったと。神たちはゾーンの真の守護者を名乗ってる。で、ゾーンで人類のを救うために活動していると思ってるのが神たちであると。ということで、シトロビッチからレッドフォレストに行って、神たちとは何なのかを調べてこいというタスクを受けました。ただ、武器がね、ほんまね、ハンドガンだけにしようと思ったんですけどね。ちょっとそれじゃさすがにクリアできんかなと思って、まあ、弾はすべて捨てたんですけど、マガジン2個分だけね、ちょっと SVD 持ってきました。で、基本的には医療品も必要最低限、必須のね、ちょっと最低限だけね、以外は酒に消えた、という設定で、お酒は8本持ってます。ということでね、やっていこうかな。ちょっとね、所持金だけ5万円ぐらいだけね、残してるんで。ということで、今回は、レッドフォレストに向かいたいと思います。ちょっとクリアが難しそうやったら、またやり方を変えるかもしれません。飯と水だけ、ちょっと多めに買っとこう。うん。めちゃくちゃ高い。陸軍倉庫の方から回ろうかな。では、ちょっと一回このヘリコプター。墜落したヘリコプターに行こう。ちょっとね、この雪景色モッドをね、ずっと入れたかったんですよ。雪景色のマップって素敵じゃないですか。やばい。ここ、あかんとこや。あかん、あかん。脳が焼かれる。そうや、ここ脳焼かれんねや。忘れてた。もう、そこ脳焼かれると思った。視界がぼやけてるのがだるいよー。いや、これ、ただ、ミュータント勝てるかな、これ、ハンドガンで。なんか、北から行った方がいいような気がせんでもないな。ちょっとね、全くテストプレイしてないから、敵の強さが未知数なんですよね。誰ってこの視界ぼやけてんの。いや、これ、いいな。この、冬景色。なはやなってくれよ、この視界ぼやけんの。うわぁ、うせえな、もう。無理。オッケー。よっしゃ、行こう。もうさっきはもう視界がぼやけて、なんのこっちゃわからなかった。え、早速キメラ大量に巻いてたよな。あー、おるわ、おるわ。おる、おる。もう、ちゃんとアイテムも集めていかんとね。お金がなくなったから。よっしゃ。中入らな、しゃあないか。でも、殺せるかな。まあ、一回中入って行ってみる。壁沿い行こう。一番初めから使ってるね。このベレッタが僕の相棒ですね。こっち沿いから行こう。あんまり多分おらんと思うねな、戻りですね。こっち沿いから行ったらね。多分ね、
戦えへんのが正解やろ、これ。これ脇変わってるとかあんのかな？やり合ってるわ。あ、めちゃやり合ってる。アノマリーがすんごいぞ。このゲームのね、神ゲーたるゆえんはね、この装備が整ってない時にあるんですよね。で、絶対そうやと思う。装備が整ってなくて、辛い状況で、ちょっとずつ装備を整えていって、進めていくのが楽しいんですよ、このゲームは。めちゃくちゃやってんやん。オノリス？バンディット。マジや、シーンや、こいつ。敵おる。素敵？痛い！もしかして、これ。この弾じゃ貫通せえへん。戦え。いて。やべ。ヒップターン主人公の頭ってこれ。草村作戦や。ステッカー。痛い。あかん。死んだ。助けて、ヒッター。オッケー。ハンドガンだけじゃきついもんがあるぞ。けど、やりきるよ。うつらし。あぶね。ジョンウィックの基本。こっちから敵が出てくんねんな。グレネードは割と手に入るからね。シュッシュ行こう。オッケー。はぁ、あ、回収しとこう。ルーティー。高っ。AK 持ってるやん。けど買えないよ。お金がないから。めちゃくちゃ殺してる。おお、医療品はありがたいよ。ハンドガンで十分じゃ。ああ。リプターやってくれ。なんで俺撃つね。リプター強い。最高。リプター最高。回復アイテムもな、多分お金がな、どうなんやろ。プレイしてたら多少マシになってくんのか。なんな、なんでアノマリーの音聞こえへんの。よいしょ、行ってみよう。キメラか。じゃグロニックか。撃つな。なんで閉めんの。ヒップタンやめてよ。久しぶりやな、ここ。あ、モノリスが折れへんなったやろ。敵絶滅したかな。みんなやめて。かっこいいプレー。ハンドガンでもやれるな。
むしろ楽しいまであるぞ。普段何でやってんの？喋ってる。ちょっとまともな武器持ったら。ちょっとまともな武器探すわ、ヒブタ。ちょっと待って。久々にやったら面白いな。上？ここは、あの時そんな余裕なかったからあんまり探索とかしてなかったもんな。おお。どうやって喋んのこいつ。アリン。お、高っ。物価がえぐい。やば、ギリスですよ。20万って。やばない。いや、イージーの威力半端じゃないな、これ。絶対俺がやってた時のイージーとかやったらこんな値段せえへんもんな。売る値段もめっちゃ安いんじゃん。くっそ安いものだって600円とかでしか売られねえで。ああ、ああ、ああ。よばし。ああ、なあ、ハード、ハード、怖っ。チェルノブイ、原発事故の後にも、おったら、この人アノマリーが見えるようになったと、フォレスター。こいつあれやんけ。タルコフで言うところの、イエガーや。ああ、ここは、恐ろしい場所だと。この森に、足を踏み、何も知らん人間が足を踏み入れたら、死んでしまうと。はい。じゃあメインミッション進めよう。この、オレオレついてる謎のストーカーを探しているんだ。真のことかな。レッドフォレストの東側におるな。ハンドガン、弾、ないかな。しゃあないな。行くか。レッドフォレストの東側に行けと。行ってみよう。いや、さっき、あれ持ったよな、でも。あ、まあ、いいか。グロニクおったような気がするけど。ブタンは戦わないで置いてくれ。隠しスタッシュや。はぁ、あ。こう、ヒプタン。いや、このゲームな、やっぱり、不便な武器で戦ってるときが一番楽しい。いや、マジで。最後までハンドガン縛りでやるつもりはないけど。いや、これなんかベテランストーカー感出てない？ウォッカに、すべての装備がウォッカに消えたけど、ハンドガン一丁あれば、新たなタスクもこなす。ゾーンの最深部に行った、ベテランストーカーって感じしないですか？しないか。自己満足か。いや、この雪モッドがなかなか、新鮮な感じがして、いいアクセントになってるね。戦え。ハンドガンじゃ、やれんて。ハンドガンじゃやれんて。やれた。ヒップタンのおかげや。ヒップタン様様や。また戦わなあかんのかな、向こう行ったら。ハンドガンの弾なくなっちゃうよ。なんや。まだおんの。残酷。ヒップタン残酷や。ヒップタン残酷や。これめちゃくちゃ難しくない？どうやって行くんこれ。悪魔の矢 H。ちゃうわ。あれか。はい。炭鉱から行くって。あ、あった。炭鉱あった。めっちゃ面白いやん。ここに潜入するのね。炭鉱。OK。またやりゃとるで。光学スコープアップグレードキット。へえ。こんなんもちょっと調べてやろうかな。前回はね、イージーでやっとったから、少々ご了承でできたからね。それがね、ちょっと微妙やなっていうのもあって、仕切り直しをしたかったっていうのもあるんですよね。あれは進化？
双眼鏡もっとやっぱ入れようかな。やめとけ。遮蔽物がない。遮蔽物が何もない。やった。めちゃおる。ハンドガンやれるな。止まったんか、俺。あ、危ないな。やったな。やってるか。お前。危な。あ、クリアした。全滅させました。なんかめっちゃおもろい。いや、装備捨てて、ハードでやり直す選択は大正解。マジで。あ、だるい。ミッションや。やば。スタミナがない。待って。もうちょい待って。これあかんの？これあかんの？オッケー。危な。ギリギリや。売れるものは全部ね、回収しておかないと。ハードですからね。お金がないんだよ、多分。GSSHや。あ、スカイチや。ヒップタにスカイチ持たせよ。これを持ちなさい。かっこいい。ああ、こっちの鉱山を調べろってことな。金がないて、そんなに。ゴミ。めちゃくちゃいいやん、これ。1万円？これめっちゃ良くない？スタミナの回復が 51% と、下半重量が 8kg。あ、これめっちゃ強いやん。これ買おう。行こう。いや、うん、クリアしよう。さっき、レッドフォレストのタスクは全部クリアしよう。これもまた炭鉱を超えていくんやろ。どうなんやな。寝袋持ってない。いった。わわわ。帰ろう。いいです。ここは遠慮しときます。めっちゃ空いてこちら。嬉しい。ん？敵はおらんの？スティッチよ。よ、スティッチ。スティッチが追われてる。どうしたんや、スティッチ。あー、芯に追われてたのか。発電所の北西にとある地域を発見した。その時にとてもあるだろう。狂信者の集団がいることが判明した。あれ、モノリスじゃない。あ、だから深夜な。ローグは西、ソーレロックは引き返した。ああ。
なるほどね。北西にあんねんな。基地外。あかんやろ、そんなこと言ったら。言葉を選べなさい。デコーダーをスタッシュに置いてきた。ああ。オレンジ色のバスね。RF モジュールがいいねんな。これさ、スティッチに治療してもらったらなんか絶妙に食らうのなんな、これ。前からやけど。OK。ミッション終わったら帰ろう。よっしゃ。なら、今日はこの辺にしようかな。次が、この星草の中の針。オレンジの、トラック基地の真ん中にある、オレンジの、バスの中にあると。いうことですね。めちゃくちゃ広いやん、これ。で、RFM 受信機がいると。まあ、ちょっとそれだけどうにか手に入れてから行こうかな。じゃ次回は、それをちょっと手に入れて、スティッチのね、スティッチが、デコーダーを取ってきてくれっていうことなんでね、それを取りに行こうかなと思います。僕のね、ちょっと忙しい時期も終わったんで、またぼちぼち動画とか出していきたいと思いますんでね。もしよければ、続きも見ていただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。